これが親の愛情だったのか。日本の皇室において輝く存在として、幼少期から国民の愛情を受けながら成長してきた敬宮愛子さま。将来の皇室を担うために、責務を果たすために努力を惜しまない姿勢が、多くの人々を魅了しています。過去には、不登校になったり、立場的に多くのプレッシャーに直面したりしながらも、今も輝いています。一体、その理由は何なのでしょうか。早速見ていきましょう。敬宮愛子さまは、日本の皇室において重要なポジションを持ち、将来の皇室を担う存在です。幼少期から積極的に皇室行事に参加し、国民からの愛情を受けてきました。成年皇族としての責務を果たすため、厳しい訓練を受けてきました。昨年、22歳の誕生日を迎え、ますます存在感と責任感が増しています。敬宮愛子さまの成長は驚くべきものであり、今後も活躍が期待される中、皇室や国民からの支持を得ることでしょう。それでは、重圧の中で未来を背負っていく敬宮愛子さまの歩みを一緒に振り返ってみましょう。愛子さまは2001年12月1日、午後2時43分に内親王として誕生されました。敬宮愛子という称号とお名前には、両陛下のある願いが込められていました。人を敬い、人からも敬われ、人を愛し、人からも愛される。そのように育ってほしい、という私たちの願いが、この名前には込められております。このような思いが込められていたのです。待望の第一子が誕生したニュースは、日本全体に喜びと祝福の雰囲気をもたらしました。12万人以上が2日間で記帳に訪れ、愛子さまの誕生を祝福する中、皇后雅子さまは、感動の声を詰まらせながら、出産のエピソードを語りました。生まれたての子供の姿を見て、本当に生まれてきてありがとう、という気持ちでいっぱいになりました。今でもその光景は、はっきりと目に焼き付いております。皇后雅子さまは、言葉を詰まらせながらも涙を流すような場面もありました。その時、天皇陛下がそっと手を差し伸べ、気持ちを共有されたのです。それは、天皇陛下も同じ気持ちだったのではないでしょうか。家族一丸となって日本を背負っていく覚悟の瞬間のように見えました。2003年になると、愛子さまは陛下に背負われながら、ご一家揃って初めてのハイキングを楽しまれていました。その時、陛下が登山客と言葉を交わされていると、周りが笑顔になるような一幕もあったそうです。陛下のあの笑顔と雰囲気には、何か不思議なものがあるのかもしれませんね。その日は晴れ渡った青空の下。家族揃って自然を満喫しました。愛子さまも陛下も山頂での景色に感動し、心が一つになった瞬間でした。このように両陛下の深い愛情を受けた愛子さまは、すくすくと成長されました。2004年には、陛下が撮影されたホームビデオには家族の愛が詰まっていました。愛子さまが、パパ、天皇陛下が、おーい、森蔵、声を聞かせてくれよ、と、当時2歳の愛子さまと、ご一緒に絵本を読まれる、親子見ずいらずのご様子が記録されていました。2005年3歳の頃には、長野県で、初めてのスキーに挑戦されました。また秋には、自然と触れ合いながら、たくさんの思い出を作られました。2008年4月には学習院初等科にご入学。運動会ではかけっこに出場された愛子さまは、同級生を次々に追い抜き、見事1位でゴールイン。皇后雅子さまも笑顔で声援を送られていました。幼い頃から様々なことを体験し、のびのびと健やかに成長された愛子さま。愛子さまは自然と触れ合い、音楽やスポーツなど多彩な分野で才能を発揮していました。しかし、心配な出来事もありました。2010年3月、3年生になる直前でした。愛子さまは突然の不登校に見舞われてしまい、周囲が驚きました。愛子さまの元気な姿が見られなくなり、家族や友人たちは心配だったそうです。はじめは原因はわからず、愛子さまの未来が不安でした。当時の学習院の常務理事は以下のように述べられています。同学年の男の子の中に数人、かなり乱暴な行為をする者がおりまして、多分そのことを思い出されて不安を感じられた、というふうに拝察いたします。このように愛子さまは、乱暴な生徒を見たことで通学に不満を感じ、一人で学校に行けなくなってしまったのかもしれません。そうした生活が始まってから最初の夏休み、愛子さまには笑顔がありませんでした。しかし、雅子さまが毎日登校に付き添われるなど、両陛下の懸命なサポートは続きました。そうした両親のサポートがあったおかげで、少しずつ回復していったのです。そしてある日、外国訪問から戻られた陛下を出迎えた愛子さまの顔には、笑顔が見られました。実は、1年3ヶ月ぶりに一人で学校へ行くことができたのです。こうして、愛子さまは徐々に笑顔を取り戻していきました。6年間、いかがでしたか？卒業式では、記者の質問に戸惑われる場面もありましたが、わずか3週間後の中等科の入学式では、記者からこんな質問がありました。今のお気持ちはいかがですか？なんて言えばいいの？楽しみにしています。この発言の愛子さまのお姿には、陛下も安心されたのか、笑顔が絶えませんでした。この頃から愛子さまは、両陛下の公務に、同行される機会を徐々に重ねられるようになりました。2018年、高校2年生の時には、イギリスの名門イートン校のサマースクールに参加し、もちろん英語で授業を受けていました。その経験は、愛子さまの今後の人生に大きな影響を与えました。10月には、学習院大学文学部に入学し、愛子さまはその時の気持ちを次のように述べました。半年遅れではありますが、先生方や学生の皆さんにお会いできることを嬉しく思います。このように、当時はコロナ禍の影響で対面での授業が受けられない時期が長く続いていましたが、オンライン授業に熱心に取り組んでいたといいます。この経験から愛子さまは、自己学習能力や柔軟性を身につけることができたのかもしれません。オンライン授業を通じて、新しい技術やコミュニケーションスキルを磨くことができ、また、様々な文化や考え方に触れる機会があり、自分の視野を広げることができたのだと思います。そして、2021年12月1日、20歳の誕生日を迎えた愛子さまは成年皇族となりました。同じ月には成年を祝う祝賀行事が行われ、その中で特に目を引くのが黒田清子さんのティアラです。これまで女性皇族が成年を迎える際には、慎重に選ばれてきたティアラですが、愛子さまはこの特別な日を祝うために陛下の妹である清子さんからティアラを借りて行事に出席しました。このティアラは清子さんが結婚式で身につけていたものであり、その美しさと輝きは会場の誰もが目を奪われました。愛子さまはそのティアラを身につけることで、女性としての新たな一歩を踏み出した瞬間でもありました。祝賀行事では、愛子さまが成年を迎えたことを祝福する演説が行われ、多くの人々がその場に集まりました。愛子さまは、皇族としての責務を果たすことへの決意を新たにし、将来への期待と希望が込められた瞬間でもありました。清子さんから借りたティアラは、愛子さまにとって特別な思い出となることは間違いありません。その輝きは、これからの歩む道において、常に愛子さまを支え、勇気づけてくれる存在となるでしょう。成年皇族としての新たなスタートを切った愛子さまには、これからも多くの挑戦や困難が待ち受けています。しかし、清子さんから借りたティアラのように、愛子さま自身も輝き続けることで、周囲を魅了し続けることでしょう。翌年3月に初めて単独で記者会見に臨まれた際は、このように述べられています。一つ一つのお務めを大切にしながら、少しでも両陛下や他の皇族方のお力になれますよう、私のできる限り精一杯務めさせていただきたいと考えております。このように記者の目を見つめながら、成年皇族としての責任を果たす決意を述べられました。その会見で話題になったのは、ご自身の長所と短所を率直に語った時のこちらの1コマです。愛子さまは、自らの長所として、人間味あふれる笑顔で、ユーモアを交えて述べられました。その率直な姿勢に、記者たちも感心し、愛子さまの成長を期待する声が広がりました。強いて申し上げるなら、どこでも寝られるところでしょうか。以前、栃木県にある那須の御用邸に行き、その着いた晩に縁側にあるソファーで寝てしまい、そのまま翌朝を迎えた、なんてこともございました。短所については、自由にのびのびと育ったようで、少しマイペースな部分があるところだと自覚しております。このようにユーモアを交えながらも、原稿をほとんど見ずに堂々と受け答えする姿が、SNS 上でも話題となりました。愛子さまのトーク力や洞察力は非常に高く、その場の空気を和ませていますよね。そして、愛子さまのご活躍から多くの人々が刺激を受け、今まで以上に世界中が日本を愛するようになってきています。今後も注目を集める愛子さまですが、周囲からの期待が高まる存在となることは間違いありません。国民の期待に応えながらも、重圧に負けずに前進する姿勢は、周囲からの信頼を一層勝ち取るでしょう。未来への挑戦は容易ではありませんが、果敢さと決断力が日本をより良い方向に導くと信じています。国民が困難を乗り越え、共に成長し続ける姿勢が、日本の未来を明るくする力となるかもしれませんね。明るい展望を持ち、日本のポテンシャルや魅力を最大限に活かして、さらなる成長が期待されます。このように、両親の愛によって前へ進むことができた敬宮愛子さま。私たちも家族だけではなく、誰かに手を差し伸べることができれば、強く進むことができるかもしれませんね。さて本日の動画は以上となります。皆様の温かいコメントをお待ちしております。ぜひご感想やご意見をいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。